7ラウンドペン。12回戦の後半です。第7ラウンドのゴングが鳴りました。黒のトランクス、チャレンジャーの福島学、ブルーのトランクスが WBC 世界スーパーバンタム級暫定チャンピオンオスカー・ラリオス、今日が初防衛戦。右のボディを伸ばしていきます、チャレンジャーの福島学。あのボディ、もっと打ちですね。はい、セレス小林さんはこの福島、普段から付き合いがあるというふうに聞いていますが、はい、あの世界戦が決まった後、福島にはどういう話をされたんですか。それは、まあ36分ですか、はい、36分間ね、もう死に物食いやればね、人生変わるからっていうことをね、はい、言ったんですけどね、本人もすごい感慨深かったみたいですけど、はい、あの何でもその小林さんからのその言葉に感激してですね、はい、その言葉を壁に、あと聞いた、ミスルが聞いた、ミスルで聞いた、はい、壁に貼って毎日それを見ていたというふうに福島は言っていました。あ、そうですか、はい、まあ、ですからあとまたラリオスが打ってくる。とにかくこの12ラウンド36分間に全てをかけるという気持ちで戦っているはずです。福島スタリング中央ガード上げたいですね、はい、チャレンジャーサイドなんですが、でこのラウンドからちょっと作戦を変えようという指示になってますね。そうですか、はい、接近をしようと、はい、相手が空振りしたところで、ちょっと体をつけて、はい、そこから活路を見出していけと、はい、ボディ中心に打っていけという指示です、はい。これは浜田さんどういうふうに解釈しますか。まあ、やっぱり、この状態だと流れも変わらないし、はい、判定まで行ったにしても、はい、ポイント取られてますからね。もうとにかくダウンを奪われてるわけですからね、それを、まあ、挽回ということですよね、はい、大きな右を見せました福島。ラリオスも左から右、左が当たりました。福島も懸命にセコンドの指示通り距離を詰めようとしますが左が出てきます。チャンピオンのラリオス、まあ、くっつくなったら思いっきりくっつけるとまたいいんですけどね、はい、まあやっぱりくっつこうとすると左のボディーブロー、ね、はい、福島を手を返していきます。ワンツー、ワンツーで、いやでもあれですね、はい、福島よく頑張ってますよ。そうですね、はい、第1ラウンド立ち上がりいきなりダウンを切ったんですが、その後はラリオスの強打懸命に、あ、今ちょっとお互いバッティングがあったんでしょうか。レフリーのドラクリックさんが眉のあたりをチェックしました。さあ福島前に出てくるがラリオス手を返してくる、軽いフットワーク、チャンピオンのオスカー・ラリオス足を止めています。福島ワンツーから左を返した、チャンピオンのラリオス上体を軽く振りたいですよね。上体を振る、はい、正面から正面から入りすぎてるので、もう少し右を返してきましたが右を返してきます、チャンピオンのラリオス。ラリオスも狙ってるんですよ、狙ってるから、ラリオス振り終わりですね、はい、ちょっとガードが開きますから、はい、そういうところ打てると感覚が違うと思うんですけどね。なるほど、感じが違ってますよね、はい、そうなりますと小林さん、はい、まだラリオスにも隙はあるんですよね。ありますね、打ち終わりはガードがないですからね、はい、第7ラウンドもほとんど時間がなくなっています。ここで第7ラウンド終了です。三宅さんより大切な発表があります。はい、長いよ土曜10時はイテレマンブランド。僕が海を愛しているように、海も僕を愛している。マリンコラーゲンとビタミン C、 シーケア、ユーハミ格闘。夏だ、釣りバカ1000円だ。1000円で見放題、話題になってます。学生でも来やすいと思います。お笑いっぱなしでした。釣りバカ日誌13、ハマション月一発、はいだー、安いです、1000円最高。目の奥がズーンと重いとき、キューピーコアアイはなぜ効くのか。一言で言いましょう、このお薬、神経や筋肉のある内側の方から目の疲れを治療してくれる。これは楽になります。キューピーコアアイ。青コーナー福島陣営です。福島の向こう側、メガネをかけているのが初めの一歩の原作家で、この JB スポーツチームのオーナー森川ジョージさんです。まあ、森川さんも今週はほとんど心配で仕事が手につかないでしょうということで、来週分までの仕事は水曜日まで全て終わらせたと言います。ジムがオープンしてから9年目で初めて世界挑戦を迎えています。 JB スポーツジム、そして福島学、お母さんの秋子さんもその福島に対して懸命の声援を送っています。第8ラウンドが始まりました。ワンツーだ、ラリオスのワンツー、今度は左のダブル。ラリオスとしても浜田強さん、はい、
何かそろそろというかなり打ってきています。だから成吉はですね、はい、あの1ラウンドにダウン取ったがために、一発一発狙う感じになってしまってますね、ちょっとバランスを崩した福島、これが当たるから余計に成吉はそうなっちまうんですね。大きなワンツーが当たりました、右ストレート、また左打っていきます、ラリオス。村山さん、はい、ラリオスサイドなんですが、打ち終わりにカウンターを狙っていけと、はい、そして左を強く打って、はい、投手が出ています。左を強く打て、あの確かにその左のパンチよく当たっています。チャンピオンのラリオス、今度は左、そして右を打ったラリオス、かなりワイルドなパンチを打ってきます、チャンピオンのオスカーラリオス。今年の5月17日にその試合の15日前に急遽決まったという暫定王座決定戦でイスラエルバスケスを破りまして、このタイトルを手にしました。まあ、ですからその時にはほとんど浜田剛さん、はい、1週間ぐらいの調整で暫定王座決定戦出たというラリオスなんですよね。あのこれが逆にいい感じでいたんですね、はい、このラリオスが激しく手を使っています、まあね、はい、あと調整だけで、ほとんど力もなしにそのままリング上がれたというのがありますよね。なるほど。さあ右ストレート、ラリオスが打ってくる、強引に打ってくる、ラリオス、ラリオスが強引に打ってきた、ラリオスが強引に打ってきた、ね、ラリオス来ましたね、ラリオスが来ました、ラリオスが強引に手を出してきた、しかし福島倒れない、ラリオスの振りは大きいですよ、はい、村山さん、はい、青コーナー森川ジョージオーナーなんですけれども、とにかく、まあ、最初はびっくりしたけれども、はい、よくやっている、はい、絶対あいつは諦めないよと、応援して見つめていますね。勇敢に福島も打ち合ってきます。ラリオスのパンチをかわして懸命に時を出そうとしている、しかしまた大きなパンチが飛んできた。いやーよく踏ん張ってますよ、本当に、頑張ってますね。あの第1ラウンドいきなり食ってダウンを喫してしまったんですが、その後こういった大きなパンチ何度も受けていますが倒れません福島。むしろ表情が引き締まっています福島。アットワンツーだ、右ストレート、しかし手を返してくる福島。第8ラウンド残り45秒になりました。 WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、ワンツー、ワンツー、アクセリー、左を返した、ここでレフェリー止めた、テクニカルナックアウト、最後は強烈な左右の連打、オスカーラリオス初防衛成功、福島学ぶ世界初挑戦、夢の実現はなりませんでした。第1ラウンド早々のビッグパンチでダウンシーンがありました。その後もラリオスの大きなパンチを浴び続けていたチャレンジャーの福島学ぶ、しかし最後まで勇敢に打ち合いました。最後はレフリーのビクター・ドラクリッチさんが試合を止めました。8ラウンド2分27秒、オスカー・ラリオスの TKO 勝ち、暫定タイトル初防衛に成功しています。今青コーナーでがっくりとうなだれている福島ですが、小林さん、はい、戦いぶりをどういうふうに見ましたか。そうですね、1ラウンドのダウンを見たときはね、はい、これは序盤にねちょっと倒されてしまうんじゃないかと思いましたが、はい、いやよくここまで頑張ったと思いますね。そうですね、はい、とにかく早い決着なのかと思ったんですが、その後の頑張りは、これは小林さん、そうですね、これからにねつながると思いますね。そうですね、気持ちでは一歩も引いてなかったと思います。はい、今リング上では暫定タイトルを防衛しましたオスカー・ラリオスのへの認定賞の授与、そして、表彰が行われています。浜田剛さんは今日の試合どういうふうにご覧になりましたか。ね、やっぱり一段のあのダウン、あれが痛かったですね、はい、だから出だし、まあ、あのこれからの反省としてですね、出だしがどれだけ大事かと、はい、いうことを反省して、これからですね、まだ底力を持っている選手だと思いますからね、はいはい、仕切り直してまた頑張ってもらいたいですね。森川ジョージオーナーがこれは言っていたんですが、ある試合の時に後、楽園ホールだったんですが、うん、入場する時に満員のファンを前にして、うん、福島が俺はなんて幸せ者なんだというふうに呟いたと、うん、それを聞いた瞬間に、うん、森川オーナーは、うん、こいつはもうやめないだろう、とことんやるだろうというふうに思ったと言います。まあ、ですから森川オーナーも高橋直人会長にはとにかく福島には納得させ、本人が納得するだけやらせてやれというふうに言っているそうなんですが、うんうん、ですから2ラウンド目以降、はい、どうにか挽回しよう挽回しようということで倒されてはないわけですからね、はい、だから2回目から仕切り直してああいうふうなことができるということは、1回目からもっと自分の状態、そして相手のいいパンチを食わないと
いうことをできていたらと、まあ、やっぱり悔いが残るサイドあるんじゃないですかね。ただそれが次へ向けての小林さん課題ということではっきり分かりましたよね。そうですね、これだけの大舞台でね、はい、やったということは次に必ずつながると思いますので。そうですね、はいはい、さあリング上では初防衛に成功したチャンピオンの表彰を続いていますが、福島が、リングを後にしています。懸命の声援も残念ながら世界チャンピオンには届きませんでした。お母さんの声援も虚しく、タイトル初防衛はタイトル初挑戦成功はなりませんでした。